中西進む8月21日帯は、日本の教育者、文学者、君党は、文化勲章、学位は、文学博士、高市の国文学館館長、国際日本文化研究センター名誉教授、大阪女子大学名誉教授、京都市立芸術大学名誉教授、奈良県立万葉文化館名誉館長、文化功労者、東京学芸大学附属高等学校教諭、 成城大学文芸学部教授、筑波大学歴史人類学系教授、国際日本文化研究センター教授、手塚山学院大学教授、手塚山学院大学国際理解研究所所長、大阪女子大学学長、日本学術会議会員、学校法人手塚山学院理事長、京都市立芸術大学学長、池坊短期大学学長、 奈良県立万葉文化館館長などを歴任した。言語令和の考案者と目されるが、言語は中西進むという世俗の人間が決めるようなものではなく、天の声で決まるもの。考案者なんているはずがないと発言している。東京府出身の日本文学者、比較文学者、万葉学者である、万葉集の比較文学的研究。 および、万葉詩の研究で知られており、日本学士印賞などを受賞している。高等学校の教員を経て、成城大学、筑波大学、国際日本文化研究センターなどで、教育や研究に従事した。大阪女子大学、京都市立芸術大学、池野某短期大学においてはそれぞれ学長を務め、手塚山学院では、理事長や学院長を務めるなど、 教育研究機関の養殖を歴任した。1994年には天皇により、歌会しのメシュードに任じられた。また、2004年には文化功労者として検証されており、2005年には、随法茂光明。2013年には文化勲章が授与されている。1929年、東京府にて生まれた、旧制東京都立武蔵中学校。 広島大学附属高等学校を経て東京大学に進学した。100人一種は小学生時代から暗記していたものの、後にライフワークとなる万葉集との本格的な出会いは太平洋戦争終戦で復学した旧正中学校4年生の授業で最初は教師に赤人とか黒人とか変な名前ですけどと意味を尋ねるほどであった。東京大学では 文学部国文学科にて学び、国文学者の久松千一に支持した。1953年、東京大学を卒業し、文学史の称号を取得した。同大学の大学院に進学し、文学研究科にて学んだ。卒業論文は、上代文芸における三分星の研究。大学院生になってからも、引き続き久松に支持した。1955年に、 修士課程を修了し、文学修士の学位を取得した。1959年に博士課程を修了したが、30代で博士論文、万葉集の比較文学的研究を執筆し、1962年に文学博士の学位を取得した。また、この論文により1963年に第15解読倍文学賞を受賞した。以後、日本古代文学と、 中国文学との比較研究を始める。また、国文学者の高木一之助に思縮してその美学を学ぶとともに、英文学者の土井高チより、ユーラシア文化学を学んだ。2013年11月3日、文化勲章新授式後に、静岡県理事長、本女優、諸賀高木正覚、東北工業大学理事長、岩崎春一、俳優、高倉健と、皇居宮殿到底で、 記念撮影東京学芸、大学附属高等学校教諭などを経て、1970年に、成城大学にて、文芸学部の教授に就任した。また、プリンストン大学客員教授を兼任した。1984年、筑波大学に展示歴史人類学系の教授に就任した。1987年、国際日本文化研究センターに展示て、教授に就任した。また、 トロント大学客員教授を兼任した。1995年、手塚山学院大学に転じ教授に就任するとともに、国際理解研究所の所長を務めた。その他、京都大学、大阪大学、神戸大学、兵庫教育大学、名古屋大学、広島大学、静岡大学、金沢大学、富山大学、東京電機大学、東京学芸大学、 静岡女子大学、日本大学、上智大学、二小学籍大学、富士女子大学、ノートルダム清新女子大学、広島女学院大学、サイバー大学にて、それぞれ講師を兼任していた。また、サンパウロ大学、プラハカレル大学、福丹大学、天津師範大学、帝州大学、蘇州大学、中国社会科学院、在中国日本研究中心、 高麗大学校にて、それぞれ客員教授を兼任した。1997年、大阪女子大学にて、学長に就任した。2001年、手塚山学院にて、理事長及び学院長に就任した。2004年、京都市立芸術大学にて、学長に就任した。2011年、池坊短期大学にて、学長に就任した。なお、学長退任後、 大阪女子大学や京都市立芸術大学から名誉教授の称号が授与された。また、姫路文学館館長、奈良県立万葉文化館館長、などといった養殖を歴任した。1993年から1999年まで日本比較文学会の会長を務め、花壇賞の選考委員や日本ペンクラブの副会長も務めた。1994年、 歌会士にてメシュードを務めた。1997年、全国大学国語国文学会にて代表理事となり、組織改編後は会長となった。2012年7月6日に開館した高市の国文学館においては初代館長に就任した。その他、京都市中央図書館館長、京都市右京中央図書館館長、田辺聖子文学館館長、 堺市博物館名誉館長、奈良テレビ放送文化スタジオ、心大学学長、平城セント1300年記念事業協会理事なども務めた。また、奈良万葉世界賞、新蘭賞、読売青によし、賞、大阪文化賞、山形万頭賞においては、それぞれ選考委員を務めた。世界の宗教的和解を目指すインドの仏教高等研究センター、 ナーランド大学の復興、創設の賢人会議、理事会メンバー。2009年公表専門は文学であり、日本文学、比較文学、万葉学といった分野の研究に従事した。万葉集研究の第一人者とされており、万葉集の比較文学的研究、及び万葉史の研究で知られている。万葉集の成立過程を論じた業績は、中西マハ学とも評され、 現代国文学界の象徴的存在と謳われるに至った。30代にて、万葉集の比較文学的研究が評価され、第15回読売文学賞を受賞している。また、漢字本文、現代語訳、中央を収めた、文庫、万葉集のテキスト講談社文庫、万葉集を編集、研究、評論も多く著書は100冊を超える。 角川書店に手上司した万葉と海彼が評価され、第3回、和辻鉄郎文化賞を受賞している。また、岩波書店に手上司した、現地物語と白楽天が評価され、第24回、おさらぎ治療賞を受賞している。さらに、小学生に万葉の魅力を伝えるため、万葉未来塾を開催し全国の小学校を訪れている。この活動が評価され、2010年に、 菊池博賞を受賞している。高校生にも、万葉の魅力を伝えるため、万葉青春塾も開催している。また、奈良テレビ放送の中西進の万葉心旅にレギュラー出演し、万葉集のコチを探訪して、歌の解説をしていた。それが評価され、奈良テレビ放送文化賞を授与された。長年にわたる万葉集の比較文学的研究、万葉史の研究が評価され、 1970年5月29日には日本学士院賞を受賞した。また、山上奥良を朝鮮半島からの帰化人とする説を提唱した。しかし、この説には青木和夫や佐伯有紀夫が歴史学の立場から批判を加えている。元号2019年4月1日に新元号、令和が発表されると、中西が令和の考案者であると報じられた。 ただし、中西本人は、お話しすることはありませんと明確な回答を控えると、共に、言語は、中西進むという世俗の人間が決めるようなものでは、なく、天の声で決まるもの。公安者なんているはずがないとコメントしている。なお、日本政府の公式発表では、万葉集の序文が、令和の転居とされているが、官跡の影響をも指摘されている。ただ中西は、 この序文の形式について、王義氏の乱定序の形式と同一である点を指摘しており、中国では、党の初めに関心に異常をつけることが流行する。この傾向は、万葉集の中にも入り込み、独特な表現様式を持つことになったと論じているという。その後、令和の公安者が正式に中西であることが明らかとなった。安倍政権の憲法解釈変更集団的。 自衛権の行使を合憲とする安倍政権の憲法解釈変更には批判的である。安倍政権による憲法解釈変更を批判する、戦争させない、救助を壊すな。総係行動の賛同者の一人として名を連ねている。安倍政権の衆議院解散2017年に安倍政権が衆議院を解散したことについて北朝鮮のミサイル問題など難題山積の中、 今回の衆院解散は唐突と指摘した上で、生は生なりという言葉が中国の古典にある。異政者は率先して正しい道を歩かなければならない。政治が正しく行われているかどうかを問うのが選挙であると論じた。高校教師時代の教え子に、エジプト考古学者の吉村作事、大沢優里、近藤隆春、プリンストン大学時代の学生に DBAU、 成城大学時代の教え子に、三浦優の、辰巳正明、小宮山陽子、桑原翔平、石川正幸、塩沢一平、斉藤由香がいる。ありがとうございます。